水分っていうのはちょっとね、飛ばしていくんですね。で、柔らかくなるまで煮ていきます。じゃあ、ありがとうございます。今回はですね、超野生クッパっていうのを作っていきたいと思います。何かっていうとですね、クッパって基本的に辛いスープにご飯を入れて煮たもの、韓国風の雑炊みたいなものなんですけども、今回はですね、このオートミールをクッパ風にして食べる、超絶簡単、正直もう減量するんだったら毎日これでいいだってぐらい美味しいレシピがありますので、これをいろいろやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきたいと思います。材料3つ。まずオートミール、これね、30g、 大体ね、1人前 30g って言われてるんで、今回も、オートミールは 30g、使っていきます。で、あと、豚バラ肉、これが 70g で、キムチが 80g、 もうこんだけ、はい。あとは調味料、概要欄に書いてありますんで、よろしくお願いします。今回作っていくんですけど、クッパってまあ韓国料理じゃないですか。作っていく上で非常に大切なことっていうのは、お料理はね、やっぱ現地のお酒とね合わせた方がいいから、お酒って言っちゃったもん。お酒と合わせた方がいいんで、雰囲気をね、トータルコーディネートしていきたいです、僕は。ということでですね、今回はですね、韓国のお酒、私、仕入れてきました。今回は、これチャミスルです。はい、チャミスルをちょっと飲みながらやっていきたいと思います。今回ね、一緒にトータルコーディネートしてくれるスタッフの方がいた方が、僕は盛り上がるので、たっくん一緒にコーディネートしてくれるかな。しまーす。いいともじゃあ、頑張っていきます。はい、ということで、早速やっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まずね、フライパンちっちゃいのを用意してください。まずはね、豚バラハサミ切ります。こうやってクッパなんで、ちょっと細かめにね、2センチ幅ぐらいに切ってあげた方がいいかなっていうふうに思います。はい、油ね、引かなくていいです。今回ね、バラ肉使ってるんで、もしこれがロース肉とかこま肉とか使うよっていう場合は、ちょっとね、油引いてくださいね。これね、ちょっとパリッと焼いていきます。でね、油結構出てくるんですよ、こうやって。この油がね、結構カロリーが高いんで、気になる方はこうやってね、油吸ってください。こうやってキッチンペーパーで少しぐらい残ってても大丈夫なんでね。はい、そうすると大幅にカロリーカットできます。はい、じゃあパリッと炒まりましたね。そしたらキムチ入れます。で、キムチもね、細かいのがいいなっていう方はこうやって切っちゃってくださいね。こうやってね、クッパなんでね、少しね、切っちゃっても全然平気なんで。で、キムチも炒めて、このね、キムチのね、水分っていうのはちょっとね、飛ばしていくんですね。そうすると旨味がギュッと、凝縮されます。で、そこに水 300cc です。で、ここから調味料入れていきますよ。ソーミシャンタン小さじ1よりちょっと少ないぐらい、1弱ですね、入れます。で、ちょっとコク出しにお味噌、これ小さじ1杯です。入れます。あと、ちょっとね、クッパなんで、ちょっとごま油の、この香りがついてると美味しいので、で、小さじ1杯だけ入れます。で、溶かしていきます。さっきね、味噌が入ってるんで、ちょっとよく溶かしてくださいね。で、ちょっとね、僕の場合、ちょっと黒胡椒を入れます。はい。黒胡椒大好き人間なので、大体何でも黒胡椒入れちゃう。で、沸かします。で、今回もう炒めてあるんで、そんなにね、煮る感じじゃなくてもいいです。で、ここでオートミール、これ入れていきます。さーっと、で、柔らかくなるまで煮ていきます。だいたいどれぐらいかな、そんなに火は強くなくていいんでね、水分が飛んでしまうので、だいたいこれで5分ぐらいかな、弱火で煮ていきます。ということですね、5分ぐらい、弱火で、煮た姿がこちらでございます。もうね、かなり汁ってトロトロなんですね。もう完成なんで、お皿に持ってきます。持っていきます。お、もうね、トロトロなんですよね。はい、オッケー。で、小ネギね、バラッと散らします。そして、質を気にされる方はちょっとあれだと思うんですけども、チラッとね、このラー油をかけてあげると非常に。あと、いりごまをね、つまみぐらいひねりながら。はい、ということで、超簡単激痩せオートミールクッパ完成です。はい、それではできたいただいていただいていただいてます。じゃあ、これをいただきたいと思います。
おお、最高にうまい。オートミールって独特のね香りもするんですけども、ごま油とかキムチとかの香りで全然気にならないですね。食感もすごくとろっとした食感でクッパ感が出てます。うまい、満足感がある。味めちゃめちゃうまいですから。ということでかっくん召喚。はい、うん、あ、うまっ。うまくない？うん、オートミールってそんな食べる？ここで食べた以外食べたことない、多分人生でちゃんとこう食べてる感もある。うん、無理やりオートミールにした感ないでしょ。うん、ちょっとお腹空いた時白米食べんのもなみたいな時にちょっとちょうどいい感じです。ごちそうさまです。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。僕かなりこれ好きなレシピなんで、皆さんやってほしいな。オートミールが美味しくないとは絶対に言わせないんで、ぜひ皆さんやってみてください。この企画結構あれだね、結構きついじゃあ今日さ、酒がさ、ワインからチャビする結構よ。いやだってこれもうすでにちょっと酔っ払ってるんですよ、うん、酔っ払ってる俺も。俺2本目だけど酔っ払っちゃってんだよこれ。やっぱりこう交互に良くないですね、うん、同じものを飲み続けないと。そうずっとね、レモンサワーとかね、はい、そうですね。しかもワインからもチャミするとなかなか、うん、ワインチャミするちょっとまあでもちょっとまあちょっといただきます、はい。